ブラッド・レンフロはアメリカ合衆国の俳優。代表作、ゴールデン・ボーイ、ブリーブリー。テネシー州、ノックスビル出身。母アンジェラと父マークは青写真工場で働いていた。幼少期は父が麻薬に使っていたため貧しい生活を送っていたが、5歳の頃に両親が離婚したのを契機に父方の祖母に引き取られ、育てられる。 趣味はギターを演奏することやし、小説を書くことで、特に物語を作ることに関しては幼い頃からその才能を開花させ、自らドラッグ禁止キャンペーンの CM シナリオを書き上げ、売人役で出演した。それを見た警察官が彼の演技を高く評価し、依頼人のオーディションを受けることを勧められ、5000人の応募者の中から主演に選ばれる。ちなみに、 彼を見出したキャスティングディレクターはターミネーター2で一躍有名になったエドワード・ファーロングを見出した人物でもある。デビュー当初は少年俳優特有の容姿から特に女性からの支持を多く集めた。1998年の映画ゴールデンボーイでの演技が評価され第11回東京国際映画祭最優秀男優賞を受賞した。また、 ドラッグに溺れたことから一時キャリアが低迷したが、ブリーブリーでは、主演兼アシストプロデューサーを務め、大きな反響を呼び、来日を実現させた。これまでに彼は、マイフレンドフォーエバー、1 7ーンの公開で二度、来日していた。また、俳優業の傍ら、フローダッドバンドというバンドのボーカル、作詞、ギターも務めていた。プライベートでは、問題が多く、 1998年にコカインやマリファナ所持で逮捕。2001年にヨットを盗もうとして逮捕され2年間の保護観察と罰金を課せられた。2001年には未成年の飲酒で、2002年には飲酒運転、免許を持たずに運転して逮捕。2005年にはヘロインを購入しようとして逮捕されている。2006年には飲酒運転で10日間週間。 また、2007年には18ヶ月から3年にわたる薬物治療プログラムへの参加が確認されていないことが発覚した。2008年1月15日、ロサンゼルスの自宅で、休止、25歳没。死因は、ヘロインの過剰摂取である。なお彼の死から3週間経たずに、育ての親であり彼を溺愛していた祖母のジョアンも死去した。最後の出演作は、 インフォーマーズセックスと偽りの日々。共演は、ビリー・ボブ・ソーントン、キム・ベイ・シンガー、ミッキー・ローク、クリス・アイザック、ウィノ・ナ・ライバー等、ここ数年の出演作の中では、早々たる顔ぶれの作品であった。ありがとうございます。